お話しいただきたいと思います。皆さん、こんにちは。先ほど私初めてのマナーストリート、東京はマナーストリートだとこのようにお話しました。暑いところ、足を止めていただいたり、そしてまたいろんな工夫をしながら暑さ対策をしておられる皆さん、今日は私、小池百合子、長年の相棒であります荒木千春さんが参議院に挑戦ということで応援に参りました。よろしくお願いを申し上げます。さあ、久しぶりのこの渋谷のスクランブル交差点での街頭演説となります。海外から見ますと東京を象徴するところはどこかというと、東京タワーでもなく皇居でもなく、そしてスカイツリーでもないですね。海外の人から見ればこのスクランブル交差点こそ東京の象徴だと思っておられる方が多い。私は今世界と戦う都市東京のシンボルとして、東京東京というロゴを作ってさまざまなところに伝えております。ここにちっちゃな赤いポツンとあるのが、これは実はスクランブル交差点を、この渋谷のスクランブル交差点をデザインしたハンコになっています。ハンコは長年の文化があります。表彰と感謝状にハンコを見せるのがありがたいと思う方もいらっしゃる。しかしながら、いざさまざまな手続きでそこに一つだけハンコがないからこれダメですよって突っ返されること、皆さん経験ありませんか？デジタル化の遅れ、今回のこのコロナ禍で日本のデジタル化の遅れということが非常に際立ってきた。東京都は1400万人の都民ファーストの構成を作っていく。それが東京大改革だとしてデジタル化をいち早く進めてきました。今日お越しいただいている博多区長のこの渋谷区もデジタル化にすぐに取り組んだ自治体でもあります。これまで手続きが必要だった約1万8000件のその書類の手続きの中で、ハンコを押さなくてもデジタルで申請登録ができるように1万5000件まで整理してきました。まだ3000件残っているじゃないか。これは国との関係でどうしても今まだ残っている。東京都では宮坂さん、ヤフーの会長を務められました。この方を引き継ぎに迎えてデジタル化をそれこそ爆速で進めております。ハンコはほぼ 99% も買っておらない。まだ少しハンコじゃないという方に 1% 残しているという状況でございます。東京大改革から日本大改革へ、その会員として伝道師として荒木千春さん、今回の参議院選挙で国政にも挑戦をしている。それは東京大改革で培ったさまざまな都民ファーストの政策を、都政を、それを国政において実行する、その促進役としてぜひとも活用していただきたい。この荒木千春の力、経験、突破力、即戦力、これを使わないともったいないんではありませんか？皆さんいかがでしょうか？荒木千春さんは私の国政における秘書を6年間務めました。そして都民ファーストの会の代表として30代にして多くの都議会議員を引っ張ってきた、その人間力、何よりも国政で何をすべきか今からお勉強しますというのではありません。まさに即戦力として東京都民の声を国政へと届けてくれることでありましょう。今ハチ公前のあの広場工事中であります。これも区と都が連携しながら進めてきて、来年には完成することになっています。そしてまたこの周辺地域随分変わりましたね。いろいろな地域が変わって、そしてあの駅前のバス停、あの地域もそのたんびに
ういったハードな面での都民ファースト、都民ファーストの事業は荒木千春、プチプチをいたしております。これからも日本発展、区の発展のためにも皆さんのお力になれる、このように確信をいたしております。そしてまた、この渋谷区の連携をしている2つの例を申し上げましょう。それは渋谷区長谷部区長がいち早く取り組まれたパートナーシップ証明、こちらの日本初の対応でございました。そして今は本日の件を踏まえながら、パートナーシップ宣言制度というものを都議会のサポートを受けまして成立ができました。そしてこの11月から宣言制度というものができることになっております。でこれが一つであります。いろいろなバックグラウンド、多様性のある社会だからこそ、東京とはこれからも誰にとっても輝くことのできる街、そしてそれを国ともしっかり連携しながら進めていくためにも荒木さんが必要であります。もう一つ渋谷と連携してきたこと、それは子育てのことであります。待機児童というこの4文字がこの何年間か義務題になってきた。女性は働くか子育てかどちらかを選びなさいといったような風潮でございました。今は違います。子育てをしながら仕事ができる、その体制を区と渋谷区も連携しながら進めてまいりました。この結果、2017年と比べますと、この東京における待機児童の総数は 96% 減りました。この渋谷区においてはいち早く17,266人まで減ったところ、今もうゼロでございます。子育てもでき、そして家庭生活、仕事もできる、こういったことがあってこそ東京が人で輝く街が歩き続けます。今日はまた都議の都議会議員の劉英さんがしっかりと今日の街頭演説整理をしてくれました。準備をしてくれました。劉英さんはインクルーシブ公園ということを初提唱して、そして義務の転びた公園を作って、そしてマニフェスト大賞というその成果も多く認められ、公園は、この東の各地での公園で広がっていて、それがだんだんリファクトスタンダードになりつつある。こうやって東京から発信してきたことはたくさんあります。子育てについてもう一言、先ほどのネイボラのお話もございました。私も元フィンランド議員で友好議連の会長として、フィンランドの在り方の進め方などずっと研究をしてまいりました。でそれを渋谷区ではいち早くネイボラというシステムのを取り入れているというお話、ただ残念ながら児童虐待は未だに止まっておりません。ああこんな親がいるんだということを考えると大変悲しくなってしまう。しかしそういった時に対応するように、渋谷区では子育て、子ども家庭センターに子の児童相談所との建てられたオフィスと組み合わせて、まさに子と区が連携しながらこの児童相談、そしてまた、児童虐待にしっかり具体的に現実的に対応していくという、そのような制度ができております。これらのこと、すでに都政においてやってきたこと、荒木千春がいつも先頭に立って都議会側でこれらのことを推し進めてきてくれた、都政と都議会が連携しながら都民が第一だと当たり前のことを進めてきた。コロナでは大変な厳しいところではございましたけれども、ワクチンの接種をはじめ結果として東京、そして日本は OECD 加盟国38カ国の中で亡くなられた方が最も低い率に収まってきている。今もコロナがじわじわと増えて、またサル痘という新しい、
これまで聞いたことのないような感染症が広がりつつあると、今、流れ寄り用の方で検討をしている。どういう場であれ、こう皆さんの命を守る、都民の命を守る、生活を守る、で、エネルギー不足がこのウクライナ危機によって、日本、そして皆さんの電気代にも響いてきている。コロナ禍で皆さんと共に感染症を抑えてきた、そのことを今回はエネルギー対策としてさまざまなメニューを組んでおりますので、今日も暑いです。暑い時はこうやって日傘を活用する、そして暑いところでは熱中症を避けるためにマスクを取っていただく、そしてお家では色々と新しいエアコンなどは水道が良くなってきております。それと電気空気を合わせるとき効果を出す、そして運動にという形になってまいります。どうぞ皆さんこの水平線即戦力、そして人間力、国語力、環境に揃った新たに
の皆さん、掲載されているポスターには決断と実行と書いてあります。決断と実行はこの参議院議員選挙で皆様にお約束をする公約ではない。これは政治の中で決断と実行をもうすでに行っていなければならないものであります。この決断と実行がないこの25年の間に、私たち先進国の中で唯一お給料、賃金、所得が上がらない国になってきた。そして物価高になって今私たちの生活がどんどん蝕まれて始めて、物価高対策本部ができている。そして食料の自給率もそうです。昭和40年には 73% もあったこの食料の自給率が今日本では 37% しかない。この間に半分以下になっているわけであります。先般国でこの食料の自給率、私たちの国の国民を守るのは、よく戦争があると武器や核という話ばっかりになりますけれども、我が国の国民を守るものは食料であり、エネルギーであり、ライフラインである電力や水道やガスでもあります。この食料の危機にある今現在において、日本政府の考えていることは、この支給この危機を検討しなければならないという、この検討という文字であります。検討ばっかりしているから、今こちらもそうです。先ほど長谷部区長からもありました、メルボラ、やはり出産子育てにどうしても冷たい、まあ、日本の政治だから、この出生率もこのコロナ禍の中でも海外、アメリカ、フランス、ドイツではこのコロナ禍の中でも出生率が上がってるんです。でも日本だけ、日本は6年連続でこれだけ出生率を落とし、今日本では 1.3 の出生率しかありません。私は公約の中に一つ掲げさせていただいています。今日は入園アイリー渋谷区選出の東京都議会議員とも提唱させていただきました。これは同じくスウェーデンで、これ通常に行われている東京版のユースクリニック、いろんな性の悩みや、またいろんな皆さんの成長過程にあるそんな悩み事をきちんと行政が捉えて支援して、そして支援されているこのような東京版ユースクリニックというものを立ち上げさせていただきました。いろんな思春期での皆さんの性の悩みや、さまざまな皆さんのお悩みを東京都がしっかりと受け止めて、将来に皆さんがどういう希望を持っても健やかに自分たちの道を描けるような、そのような制度を作らせていただきました。本来であればこれ国全体でやっていくもの、メルボラもそう、出産育児教育に対する支援もそうであります。私たちは出産子育てにとっても厳しいこの東京日本を変えていく、所得制限もこの渋谷区の中でも多分半分ぐらいですか、あの所得制限が引っかかっている、そうですよね、所得制限、約半分の世帯の皆さんが、渋谷区の世帯の皆さんが子供のために一生懸命働いて、稼げば稼ぐほど子育ての支援がブチッと打ち切れてしまう。私たちは政策の一つにこの所得制限の全面撤廃と出産費用のゼロを公約に掲げさせていただいています。今我が国の日本は今多分20代の30代の皆さんも多くご通行されていると思います。20代の皆さんの約6割が貯蓄がゼロ、そして大学生の2人に1人が奨学金という借金を借りながら大学に通っている。そして子供が7人いると、この7人の子供のうちの1人が明日のご飯どうしようという子供の貧困の状態なんです。この状態をしっかりと変えていかなければならない。私は国会議事堂のただいま検討中の看板をしっかりと引きずり下ろして、決断と実行と、ただいま支援策実施中と、そのような看板をぜひとも挙げてまいりたい。今回は東京都選挙区大激戦の選挙区であります。このうち6議席のうちの1議席をぜひファーストの会荒木千春に与えていただきたい。小池百合子東京都知事が誕生したとき、都政ではまさにブラックボックスの政治だとか、暗闇の政治だとか、もう何やっても変わらないだとか、待機児童も8500人だ、25年間ずっと変わらなかった、このような諦められていたこの政治、たった一人の衆議院議員のバッジを
外した小池百合子さんという一人が東京都知事として東京都庁に入り込んできた。このことで都政の景色がガラリと変わってきました。小池知事が誕生する前はこれ真偽不明でありますけれども、女性の公務予定者の胸を公衆の面前で触るような、このようにモラル意識が低い、このような方が都知事であったという、それもつい最近のことであります。それが一人の女性の都知事が誕生し、1年後には都民ファーストの会という、このような新しい政党が立ち上がり、そして子育て、出産、さまざまな政策がこの都政でも実現することができた。障害がある子もない子も一緒に遊べるインクルーシブ公園がこの日本の中で、東京の中でできるとも、多分そのままの都政ではできていなかったと思います。このようにぜひ一人の力だけれども、今こそこの日本を変えていかなければ、この閉塞感はずっと続いたままであります。皆さんの一票が一期で6年の参議院議員を生むことになるんです。誰が産むでもない20代の皆さん、18歳以上の皆さんには全て投票権がある。皆さんの一票一票が参議院議員を作り出すわけであります。ぜひお飾りの参議院議員ではない、そしてこの間の6年間もコロナのため、コロナの対策、そして商店街の支援、そして都内の事業者、都内で出産の地域を一生懸命頑張っている人たちに寄り添った、ぜひ私たち都民ファーストの会もぜひその6分の1に入れていただきたい。皆様のお力添えを賜りまして、私この14日間頑張って、この東京都中、この6議席のうちの1議席、都民のために働かせていただく1議席をぜひとも確保させていただきたい。荒木千春、どうぞ皆様のお力添えで、この参議院選挙ご支援を賜りますよう、心からお願いを申し上げまして、荒木千春からのお願いとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。各の会荒木千春、心から力強い皆様へのメッセージ、最近の方々もいただきますが、駆けつけてくれました。初年県渋谷区と小池百合子東京都知事、誠にありがとうございました。ありがとうございました。ご当地の一角をお借りいたしまして、出席所、そして小池百合子東京都知事にお迎えいたしましての、こちらの街頭を一つにお借りいたしましての街頭の中でございました。この参議院選挙、18日間の選挙、厳しい選挙戦の中で本日が4日目